ご紹介ありがとうございます。上智大学の前島と申します。 そうですね、今のお話でもちょうどあったんですけど我々本当に振り回されていますよねトランプさんに。そ、えー、そのののの振振りり回回ささされれててていいる、るす、すトランプんんんんなななででけど、どどじゃああ今後どんな形でアメリカの政策運営ががくのか、か、し課題 おりますそうですね今日の流れなんですけれどもまずそのトランプさんの今後を考えるために、えー、2016年去年去のの選挙の状況を少し振り返ようと思いますそうしますといろいろなトランプさんの考え方狙らい、まあ、今後のトランプ政権の動きなんていうのがなんとなく見えてきます。 そしてそれをもとに、まあ、おそらくトランプ政権はこんな形で動いていくんだろうという、まあ、政策運営のベクトルなんていうふうに考えましたがこれについて3つ目は、えー、ちょうどそのベクトルの上に乗りながら、えー、ちょうど動いているアメリカ新大統領であるトランプさんの政策運営の100日間という話。 えー、そしてただその100日間、えー、花火がどんどん大統領令で上がっているそんな感じなんですけどもそれを超えてじゃあどんな風になっていくんだろうかアメリカの政治のメカニズムの中でトランプさんはどんな感じで、えー、政策運営をしていくのだろうかあるいはいけるのだろうか。 誰かがと何かが止めるのではないかなんていうことが4番目議会の動向ととともにトランプ政権をっってていいこうと思っていますで最後に、えー、これはもういろいろな政策トランプさんは考えていてそれを実行していくわけなんですけどもその中でもじゃあ我々日本そしてまあ日本を取り巻く東アジア この我々に関する部分でトランプさんはどんな形で政策運営をしてくるだろうかやそれ以前の段階でどんなふうにこの東アジアのことを考えて 実際どんなふうにその考えが政策に実現されていくだろうかそんなことも考えていこうと思っています。柱ですので5つございます。その柱に従いながらお話をしていこうと思っております。 まず最初の柱でございますトランプさんはどうしてかどうやって勝ったのかということをもう一度考えたいと思います。それを見るとトランプさんの今後の4年もしかしたら8年かもしれないですけれどね、えー、まず今後の4年の動きが分かってくるんじゃないかなということで1番目の柱がトランプさんはいかにして勝ったのかということを考えていきたいと思っています。2016年の選挙 です、えー。まだ。 そうですよね記憶に新しい部分なんですけれどもまあ毎日毎日いろんなことがありました最終的には私自身もおっと驚いてしまうようなそんな形でございましたがトランプさんが勝った形です大統領選挙人あのそうですね州の中全米50州とワシントン D.C. が大統領選挙では投票の対象になるんですがその中のほとんど と言いますか2つの州を除けばいわゆるところの勝者総取りウィナーテイクオールでして、えー、その各州の人口比にほぼ従った形で大統領選挙人っていうのが割り振られているんですがその大統領選挙人のところでトランプさんは勝ったんですね。えー、大統領選挙人のところでトランプさんはまあ えー、全,部全部で538ある選挙人なんですが、その中の306がトランプさんが勝った形です。でクリントンさんが232ですので74という差でございました。まあ、えー、この差、大きいですよね。えっ、ー、と、538の中の74ですので、ね、大きい。 ように見えるんですが実際のところの投票一般投票というんですね普通のあのあ、えー、普通に投票された数を足していくとどうかっていうと、まあ、トランプさんとクリントンのさんの差が逆転するんですね、えー、クリントンさんの方がだいたい2ポイントぐらい多い、えー、数でいくと300万票ぐらい多くなっていると。300万票 って落ちるんですよ、ね、300万票差で、えー、負けてしまった勝っていたのに、えー、選挙戦術で負けてしまったのがトラン、えー、クリントンさんで逆にトランプさんは選挙戦術がうまくて、えー選,挙えー、選挙人の数では勝って投票の数では負けているまあギリギリの僅差の勝利です。えー、非常稀に見る僅差の勝利でした そうですね。えー、この史上まれに見る近差というと、皆様方どうでしょうかね。アメリカの選挙で行くと、近年ですと2000年がございましたよね。2000年も同じような現象でした。大統領選挙人と、えー、一般投票の数が逆転して、しかもあの時はえー、っとその。 一つの州フロリダ州だったんですがそのフロリダ州2000年の時がゴアさん対ブッシュさんで、えー、その数が、えー、430ぐらい要するに500いかない数で差がついてそのわずかの500ぐらいの差500以下の差で、えー、大統領が決まったことでもうこれ以上の濃差はなかなかないんですけどまあそれに次ぐような僅差でございました、えー、そうなんですよねですので トランプさんにとってみればアメリカはずっと割れているわけなんですよね。で、今後まず選挙のことを考えていくとアメリカが割れているっていうことが大きなポイントになると思います。